メリークリスマス。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュタンクローズです。さあ本日なんですが、クリスマスということで、はい、クリスマス記念デッキ作ってきました。サタンクローズっていうモンスター、皆さんご存知でしょうか。まあそもそもこのクリスマスにね、こんな動画見てる暇があったらね、あの彼女なり、奥さんなり連れてね、あのクリスマス、あのお祝いせえって僕は思ってるんで、もうこんな動画、こんなクソみたいな動画見てるんだったら今すぐにね動画消してね、クリスマスお祝いした方がいいですよ。はい、あのマジで暇な人だけ見てればいいですか、この動画は。はい、クリスマスやることねえと、僕のクソみたいな動画を見ることくらいしか時間潰す方法がないという方に向けて今回は動画を作ってください。で、サタンクローズというモンスターが何をするかというと、これ相手のフィールド上のモンスターをリリースして相手の盤面にプレゼントできるというモンスターになってますね。だから、まあ、今日はそのクリスマスプレゼントとして対戦相手の方に僕が サタンクローズになって相手のフィールドにサタンクローズを送りつけるというかプレゼントをしていくというデッキです。はい、で、まあ、プレゼントをしてじゃあどうやって勝つかっていう話なんですけども、まあ、基本的にはまあ返してもらう方がいいかなと。プレゼントは送りつけて相手の盤面に送りつけまして返してもらうっていうのがまあやっぱ一番いいのかなと思ってるんですよね。まあファンサービスとして、うん、と思ってるんで、まあちょっとこの消費者の攻撃という意味不明なカードがガン詰めされているのと、あとはですね、まあモンスター、まあ、これここまくり用なんですよ、基本的に。モンスター、相手のモンスターをリリースして相手の場面にプレゼントするっていう、まあ、モンスターになってますんで、まあ高校用になってますから、まあ怪獣格闘みたいなギミックを一応使ってます。はい、デッキ構築かなり適当なんで、参考にはまなんないかもしれないですけど、なんだかんだこのパワーカードがねそこそこのパワーカードがいっぱい入ってますんで、まあ言うても弱くはないです。はい、使ってみた感じね。はい、でまあ、ランク8ビートみたいなことできるように、まあ、レベル8のね、あの怪獣とか、あと特殊感しやすいようなレベル8のものをいっぱい入れまして、で増殖する G だけは混入させまして、まあ、クリスマスであるとなんだろうと、あのゴキブリは生息しますからね、あの世の中には。なのでゴキブリをぶん投げまして、でサンタクロース引いて、で相手の盤面にプレゼントしていくと。で消費者国民で返してもらうか、またはまあ普通にこいつをぶん投げるかですね。こいつ送りつけた一番の効果、読書感したターンのエンドフェーズになんかこのワンドローするっていう効果あるんですよ。これ返してもらうとね、自分でワンドローできるんですね、これ。なんでこれ相性がいいのと、あとこいつレベル6なんで、レベル4のモンスターと一緒になんかバロネス出したりして、意外とこのコンボなんか悪くはないかなっていう感じのコンボになったので、まあ、3枚カード使ってから、まあまあ、強くはねえけど、まあ、ないよりはいいかなみたいなコンボだったので、はい、まあ、こういったコンボをねちょっと使って今回は相手の、盤面にね、クソいらねえプレゼントを送りつけていこうと思っております。デュエルスタンバイ。真っ赤なお花のサタンクロスさんはいつもみんなの笑いもの。どうも皆さん、メリークリスマス。本日はですね、まあクリスマス特別編ということで、これ将棋ですね。はい、将棋機。ちょっとプレゼントをですね、皆さんちょっとお届けしたいなというふうに思ってましてですね。はい、ちょっとなんかすごい展開が長そうなんですが、まあ、簡単に説明しますと、今回のデッキの、コンセプト、サタンクロース自身を相手にプレゼントするという、はい、そういったデッキとなっております。はい、クリスマスおめでとうございます。よかったですね、デュエリストカップがクリスマスに直撃しなくて当初の予定だとデュエリストカップがクリスマス直撃しまして、本当に暇人優勝選手権みたいになってたんですよね。はい、当初の企画では、まあ、一応ね、コナミさんちょっと空気読んで、まあ、空気読んでというか、まあ、ユーザーに怒られて、日程を変更したという、まあ、経緯がありますので、まあ皆さんもね、思い思いの過ごし方、まあ、彼女、奥様、お子様などなどね、楽しく過ごされていることでしょう。私もおそらく、まあ、クリスマスは家族と一緒に過ごすことになると思いますが、クリスマスの動画はサボるわけにはいきません。ということで、やばいですね、これ結構分回ってますけども、こっちのデッキ基本的に怪獣ギミック入ってますんで、相手の展開完全に見ることしかしませんのでね。はい、まあちょっと分かんないですけど、まあとりあえず見ておきましょう。はい、なんかすごい長そうですけど、バカ投げですねありえん長いけど展開。うわ、いいな、パンツ丸見え先生のこれロイヤル加工じゃないですか。やべえ、
めちゃめちゃ欲しい。10万ぐらい出すからちょっとそれ俺に売ってくんねえか。めちゃくちゃいいな、ロイヤル加工のアポロウサ。やっぱ ね、 そのねこういうね盤面にね最終的に残るモンスターがね、ロイヤル加工ってめちゃめちゃかっこいいんだよね。マジで長えなこの敵本当に。月くんなんかあの喉疲れてきたわ、一戦目で、一戦目で喉疲れてきたわ。あーなるほどね、はいはい。真中純平とアポロウーサとエクストリオと、まあ、関係ないですね、はい。プレゼントをすればいいんで。真っ赤なお花のトナカイさんはいつもみんなの笑いもの。はいどうぞ。まもなかくんもちょっと邪魔だな、ちょっとどいてくれる。はい、ありがとう。メリークリスマス。あれ相手ライフ1800しかねえじゃん。なんで、あ、デュエル表現使ったから。いやライフに1800甘いじゃねえか。白エクの効果でさレベル8出してきてさ、あやめちゃん出しに行くじゃないですか。はい、胸でかすぎ、めちゃめちゃ揺れてた、めちゃくちゃ胸揺れてた。で、飛行者村雲のオロチの効果を発動してデッキトップを8枚除外すると自身を特殊召喚できる。あの姿なんだ、ブラフか。とりあえずレベル8、2台でオーバーレイしていいか。こいつはちなみにエクシーさえ持ってるとダイレクトアタックをすることができるぞ。ダイレクトアタックをすることができる。もう一回言おうか、大事なことだから。このモンスターはダイレクトアタックをすることができるぞ。はい。メリークリスマス。プレゼント大事にしてくれよ、俺の。サタンクロースくんちょっとなかなか来てくんねえんだよな。ちょっとデッキワイス多いからな。メリークリスマスのプレゼントちょっと忙しいんだね多分ね。あの全家庭を回らないといけないから、サタンクロースくんは。あの子供たち、いやあのデュエリストの子供たちのお宅全部回らないといけないから結構忙しいんだわ。左腕の座礁。いややばい、ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい、それはやばいって。いや犯罪だって、左腕切り落として芝刈りするの。左腕切り落としてから芝刈り機持ってくんだ、これ散財だろ。代償軽すぎないか。左腕と右腕と左足と右足落としてくれよ、もうちょっとおかしいよ。もうブロックドラゴン落ちてんじゃんこれ。でなんかめちゃくちゃ言ってんじゃないですかこれ、なんかやばいみたいな空気出てるでしょ。あのね、ラバーごと怪獣ガード意外となんとかあるんですよね。ラバーごと怪獣ガード意外とね、なんとかなることが意外とあるから、まあ、ちょっと相手の展開一回見守りますか。なんか普通のデッキだったら多分これもうなんか速攻されんだして次行った方がいいんですけど、まあ、怪獣デッキだと意外となんとかなるかもしれないんで、ちょっと一回見ますね相手の展開。ナチュルビーストとナチュルパルキオンとアポロウーサ立ての草。これモンスター魔法トラップカード全部交番面じゃん。強すぎ、ワロタクソ強いやんけ、やってることやば。強え、バリ強え、バカ強えんだけど、バカ強えって言いながらなんとかなっちゃうんですよね。ちょっとサタンクロスないんですけど、ちょっとあのこういう盤面を処理できるっていうのを見せますね。ですね、魔法トラップないんで結構ビーストとあのパルキはどうでもいいですね。これとこれですな、はい。でこれを差し上げ、スーを差し上げましょう。これタプリか、スーを差し上げます。はい、で、もうなんかあれっすね、妨害ないっすね。相手の盤面、相手の盤面もう妨害なくなってません、あれ。もうなんか魔法トラップカード1枚もないから意味ないんだよ。ちょラバゴ送りつけたけど一回破壊するから、ラバゴ。やっぱ遊戯王って高校まくりしてる時が一番楽しいよな、正直。高校まくりって一番難しいじゃないですか、遊戯王のあの中 でそれやってる時が一番楽しいんですよね。まあ、先行せやさももちろん楽しいんですけど。はい、胸揺れましたね、完全に。胸揺れましたね、完全に。で、フルートサージュ君が出てきて、ラバーコだけ破壊される。これ、あの、エクレッシャーでフリーチェーンだからね。逃げるんだよね。これさ、ちょっとさ、なんでしたっけ、ブロックゴーレム君がさ、墓地で行くとめんどくさいので、あいつはね、あの、下敷きにしちゃう方がいいと思うんですよね、僕。はい。このターン、ワンキルは取れませんが、とりあえずですね、ブロックゴーレム君は、これ墓地にいないので、いないということはですよ、ギャラクシーアイズサイファードラグーンの効果によって、サイファードラグーンの効果によってそれくれる、これありがとうね。
で、これなんかギャラクシーアイズになってるんで。で、サイファー X して、はい。フルアーマードする必要ねえな、あんまり。フルアーマードする必要ねえか、バトルかな。バトルフェイス入ろう。はい。で、これで、パーン殴って、で、パーン殴って、よしよしで、全面処理。全面処理来た、これ。あはははは、ゼウス出しとか一応で、ゼウス出しといて、こっちですね、はい。で、これでゼウスこっちに出しといて、はい。はい、どうぞー。はい、君のターンですよ。大丈夫ですか？はい、エンドフェイズでーす。あ、ちょっとアーゼンス使うかどうかはちょっと考えるわ。ちょっとサタンクロースさん、ちょっと今忙しいんだって。だからね、あのね、ラバーゴーレムさんがね、河原にあなたにプレゼント届きに来たよ。おめでとう。メリークリスマスメリークリスマスかっこラバーゴーレム。先行渡してくるやつとかもロクラデッキじゃないわ。めちゃめちゃブーメランさってるけどね。先行渡してくるやつとかさ、ロクラデッキじゃないんだよな。ロクラデッキじゃないのは俺も同じなんだけどさ。マジでこれでエントなんだよね、基本的にやることないし。かぐや、かぐや一妨害です。はい、ヌメロンですかね。クソおもんねえヌメロンワンキルが飛んできそうだわ。わかんねえけど、自ら高校を取ってくるデッキに対しては結構弱いね、このデッキは基本的には。あーあああまあでも意外とこれ村クマオロチでこれ耐えれんじゃね。3300いっただけだとさ、なんか8000のダイレクトを多分なんか耐えるんだよね。いや、まあ、これで多分ね、ワギキル封じれるよ。これ多分いける。多分いける。これ、ムラクマオロチ君結構強い、これ。で、ヌメロニアス、モンスターがいっぱい出てきて、ゲートオブネムシニューナ、デュベー、チャトゥバーリー、なんだっけ、エーカムが出てきて、はい。で、ぶん殴ってくる、脳死で。で、ひたすらにぶん殴って、うわ、きめえ！きめえ、マジで。ガチできめえ。キモすぎる。何枚ドローしてんだよ。あのカードどうなってんだよ。ミスケープバーバ。なんで殴らんの。もうこれモンスター出せないけど。左腕の代償どういうこと。わからん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 。なしのおいつ。なしのおいつ。あ。やばいね。あ、やばい。やばいね。あれ？あれ？これもしかしてネクロフェイス除外されちゃってるやつ？エルヌメヌメエルテデッキ破壊だ！やばいよ！なんなんかで戻ったネクロフェイスがやばい。まずい。俺のデッキは残り0枚。